その会社でその無能を抱えなきゃいけないっていうのが僕は良くないなと思うのはその無能の人っていうのの居場所を作るのは社会保障で政府だったりがやるべきことなので会社にそれを忘わせるべきじゃないよねっていうのがあるのででそれをやらないと日本って結局外貨が稼げなくなっちゃうんですよねそのあのにそのアメリカとかみたいにせあの石油湧いてきますっていう国にならいいんですけどあのまあ例えば今。 スパチャしてる人っていっぱいいますけどでこの人の払ってる額の30%から50%ってアメリカに行くんですよ。 ではそのあのスマホとかであの課金した場合って、まず Apple に30%取られて、でその後 YouTube にお金取られてで、その後僕に入るみたいな構造になってるんですけど、なのでその日本人が、まあ、多分僕に向けてお金を払ってると思うんですけど、実際問題5割はアメリカに取られるみたいな感じで、でまあまあ、スマホで Apple のスマホを使おうが、Android のスマホを使おうが、30%以上は大体取られるわけですよ、アプリで何か買ったりすると。っていうのがあって、 日本人が普通に生活する上で使ってるお金っていうのはずっとアメリカとか外国に流れる構造になってるのでなので外国からお金を取り返すっ要はそのアメリカにじゃあ1億円払いましたで1億円払いましたどういうことかっていうとアメリカの人が1億円分日本のものを持っていける権利なんですよ。 要はそのアメリカ人の人に1億円渡しました。じゃあその1億円でアメリカ人が何するかって、1億円分のものを日本から持っていくわけじゃないですか。それは物かもしれないし、サービスかもしれないし、誰かの家かもしれないと。なので、その外貨が外国に行くっていうことは、行った額の分だけ日本の何かが取られるっていうことなんですよ。で、日本ってその石油とか石炭とかを外国から買わないと、今の生活が維持できない国なんですよ。なので、 その石油とかが石炭っていうので外国にどんどんお金を払い続けているわけで,でお金を払ってるってことはその分日本の何かが持ってかれるんですよで昔そのあの外国に行ってそのの東南アジアにそのおじさんとかが行ってその若い女の子に性的な搾取をするみたいになったんですけど最近だとその外国人の人が日本に来てその日本の女性が性的な搾取をされるみたいな状況になってるんですよね中国人の人に買われたりみたいな っってていうのがあってその要はあのお金がない国の場合ってそのまああの好きでやってる人いますけどある程度その尊厳を売るみたいなことをやって外貨を稼いでたりもするわけですよ。っていうのがずっとあるのでその何か外貨を稼げるような技術だったり商品っていうのを日本はちゃんと作らないと物ののだったりセサービスだったり尊厳だったりいろんなものがどんどん買われて取られててしまいますよって話なんですよね。 なので、その優秀な人にじゃあ研究開発だったりとか、優秀な人がすげえ金稼げるような構造にしなきゃいけないのに、なぜかあの無能に金をずっと払い続けるっていうのを会社がやるべきだみたいな人がいるので、会社が利益が上がらないので、研究開発ができないよっていうので、まあどんどんひもじいくになっていくので。